シロシン、またはサイロシン、は、一部のキノコに含まれるアルカロイドで、幻覚作用を持つ。シロシンのリン酸エステルであるシロシビンとともに、ほとんどのマジックマッシュルームに含まれる。抗生新薬に関する条約では、スケジュール愛に分類される。精神変化作用は、非常に変化しやすく、主観的である。効果は、通常3から8時間で終わるが、 代謝や接触物の作用などの条件によって変化する。ただし、シロシンは時間間隔を歪める作用を持つため、効果がより長く続くと考えられる場合もある。別名4、ヒドロキシジュメチルトリプタミン4法 DMT。中性のシロシビンを強酸性もしくはアルカリ性条件下で加水分解することによって得られる。また、4、 ヒドロキシインドールからのスピーター、アンソニーインドール合成法によっても合成することができる。フェノール製、ヒドロキシ元を持つため、溶液中では比較的不安定である。酸素の存在下で容易に青黒色の分解物を生じる。同様な生成物は、酸性条件での酸素と、鉄イオンの作用によっても得られる。 含有するキノコを傷つけると青色に変色するのは、インドール製のシロシンやシロシビンの酸化の結果であり、合成されたシロシンの酸化によって、科学的に5位か7位に結合が形成された構造であることが判明した。イオール塩体として、ベンゾチエニルタイア4、メルカプトジメチルトリプタミンが知られる。N1、メチルシロシンは 5HT2、 C 受容体指向性アゴニストとして作用する。4フルオロ N、N、ジメチルトリプタミンも存在する。O、アセチルシロシンは、シロシンのアセチル化体である。シロシンは、シロシビンの体内での活性誘導体である。シロシビンは、体内で速やかに脱リン酸化されて、シロシンとなり、5HT2A、5HT2C、 5 h t 1ア受容体のアゴニストとして作用する。シロシンは構造的にセロトニンと似ており、ヒドロキシ元が5位でなく4位に置換している点、窒素原子状にメチル元を2個持つ点で異なる。その効果は前頭前皮質の 5HT2A セロトニン受容体に対して部分アゴニストとしての作用を持つことに由来すると考えられている。 シロシンは LSD と異なり、ドーパミン受容体には大きな作用を示さない。非常な高容量では、ノルアドレナリン系にのみ作用する。薬理学的半減期は2から3時間である。乾燥した痺れた毛族のキノコ。茎の傷が青黒くなっている。効果は、交換神経系の覚醒状態に類似する。摂取後の効果として、貧脈、動向三大。 不温もしくは、覚醒状態、多幸感、海岸時、平岸時の原始、共感覚、体温上昇、頭痛、発汗や寒気、吐き気があるが、これらに限らない。シロシンには、実質的に致死性の効果はない。長期間使用した後の体薬症状は、実質的にない。シロシンとメスカリン、ジメチルトリプタミンには、交差耐性がある。ありがとうございます。